泉、ゆめたうんゆめたうん、高橋夢タウン佐賀夢タウンとは、広島市に本社を持つスーパーマーケットチェーンである、泉が運営する総合スーパー、大型ショッピングセンターの名称。1990年6月14日開店の夢タウン高橋、同年10月18日開店の夢タウン東広島を皮切りに、中国地方を中心として、九州地方、香川県。 徳島県、兵庫県へとネットワークを拡大している。泉のスーパーマーケット、泉から業態転換された店舗も存在する。2008年9月には、旧ニコニコ堂の店舗を承継して運営していた、夢タウン熊本を泉本体へ吸収合併している。1990年代は総合スーパー業態で、 展開していたが2004年に開業した夢タウン光の森以降、シネマコンプレックスや専門店街を備えたコミュニティ型ショッピングセンター業態での展開も行っており、いくつかの既存店舗にもシネコンを併設している。夢タウン内には泉のインポートファッションブランドである X セルがテナントとして入っていることが多い。かつては広島市西区にある 株式会社エクセルが展開していたが、泉に吸収合併された。山口県下関市では、夢タウン調布の開店に伴って、夢タウンという地名が誕生した。2018年には声優より、ザモール姫路、ザモール周南の2店舗の譲渡を受けた。両店舗は、夢タウン姫路、夢タウン下松として、リニューアルオープンしている。また、2019年には、セブン アイホールディングスとの業務提携により、ポートプラザヒカの中核店舗である、伊東洋華道福山店の譲渡を受けた。これにより、梅タウン福山としてオープンした。イオングループの4モールのほか中国、四国、九州地方では、愛媛県を本拠とする、富士グランや、福岡県を本拠とする、三里部と競合関係にある。かつては、熊本県を本拠とする、 とぶきやとも競合関係にあった。2015年に行われたオリコンによる総合スーパー顧客満足度ランキング調査では、九州、沖縄地区で1位、中国、四国地区では2位を獲得している。夢タウンの店内で流れている、ハロー。夢タウンと夢カード5倍デーを公式サイトで聞くことができる。しかし、CM で使われている曲や、 夢タウンのサウンドロゴなどは聞くことができない。テレビ CM についてはロゴ株に地域が表記されるが、福岡県の放送の場合、県外の視聴者も多いため、下関、2005年8月頃より、東広島店、博多店、高松店の3店舗でお財布形態を用いた会員サービス、夢ピットを導入5月末にサービス終了。これに合わせて3店舗に、 電子マネーエディが導入され、以降、他の店舗でも順次エディの導入が進められている。2009年9月より、セブンアイホールディングスが展開する電子マネー7個が広島店と博多店に導入された。久留米店では、同年9月30日より、西日本鉄道の IC カード、ニモカが導入された。2010年7月27日より、 株式会社夢カードを通じて、時期ストライプ方式の独自電子マネー、夢かのサービス提供を開始した。これは、従来から提供されている夢カードに付加するタイプの電子マネーで、広島県、香川県の6店舗を皮切りに、2013年までに、全体。なお、夢かは、現金ポイントカードとしても利用できる。さらに2018年以降は、 ID やクイスプの導入も進められている。2018年10月25日、同年4月のイーズミと、セブンアイホールディングスの業務提携を受ける形で、ユメタウン出店エリアでの、ユメカと、7ナコの相互利用の本格展開を開始。専門店、セルフレジ等の一部売り場を除いたユメタウン、ユメマート全店舗で7ナコの利用を開始した。 ユメタウンでは1990年の展開開始時から2002年までは全店日本 IBM 製を導入していたがその後すべて投資はテック製に切り替えている機種は M-6800 か M-7000 が導入されている現在の店舗一覧は店舗チラシ情報を参照ウィキペディアに記事がある店舗の一覧はカテゴリーユメタウンを 参照2018年12月現在、中国地方を中心に、計67店舗を展開する。ユメシティは、ユメタウンの名称を用いておらず、独自の配色、デザインのロゴを使用しているが、実質的にユメタウン形式での営業であるため、上記の店舗数に含めている。また、熊本県内のうち3店舗と、泉都市店は、9二個に鼓動の大型店舗を紹介したもので、 受け皿企業として設立した夢タウン熊本により、運営されていたに泉と合併。また、夢タウン倉敷はかつて倉敷サブリーナタウンとして、営業していた12月12日開店。夢タウン無サイトは2013年9月1日までは、夢タウンの名称を用いておらず、夢サイトだった。九州地方初出店は1995年3月23日に、 開店した夢タウンオンが、近畿地方初出店は1996年10月30日に開店した夢タウン表情、四国地方初出店は1998年10月3日に開店した夢タウン高松である。夢タウンの中で最大の商業施設面積を有するのは2016年11月に増床した夢タウン佐賀。地元である広島県内における 最大店舗は2015年6月11日に開店した夢タウン二重カ所。今日中、前年度よりも順位を下げた場合、前年度よりも順位を上げた場合、順位が変化しなかった場合、該当年度に初ランクインした場合は緑色の網掛けで示している。上位は2000年代に開店した店舗が多い。2005年度以降、地場である。 中国地方の店舗は2店舗のみに対して、九州地方の店舗は7店舗が10位以内にランクインしている状況が続いている。1999年度以降、売り上げトップを夢タウン高松が獲得し続けている。夢タウン大村ニコニコ堂から引き継いで2003年、開業したが1年という短期間で閉鎖。現在は地元スーパーのエレナ大村中央店となっている。 夢タウン、鳥ス跡ート地は2010年4月23日より2013年6月2日まで、浮橋に開業するディスカウント業態の試験店舗として、同社運営のスーパーセンター泉トス店になっていた。夢タウン、小野田小野田サンパーク内。2019年5月12日閉店。後継店は、サンリブ小野田。夢タウン村方2020年8月23日、閉店。 ただし、食品売り場は、夢マート宗方に、解消の上で継続。跡地には、ビバモール宗方が、開業予定。鹿児島県鹿児島市東海町鹿児島市東海町に、開業するよん。鹿児島ショッピングセンターの隣接地に開業を、計画していたが、2007年に断念している。宮崎、鹿児島両県内には2019年現在も店舗が、存在していない。タウン。 水島倉敷市良島町良島に出店を予定していたが、1999年5月に計画を断念。夢タウン岡山岡山市市も中野に出店を予定していたが、1999年7月に出店を断念。夢タウン、那子与那子市場福原に出店を予定していたが、2005年に断念している。鳥取県内には2019年現在も店舗が、 存在していない。現在過去夢広。見逃せ、ないと、広島ホームテレビにて2009年6月10日から2012年2月23日まで、放送されていた夢タウン広島のミニ番組。夢佐賀、ナウ、佐賀テレビにて平日に1日2回放送されていた、夢タウン佐賀の宣伝生態番組。夢、これホットニュース熊本朝日放送にて放送されていた。 夢タウンはマせンおよび夢タウン光の森の宣伝ミニ番組。夢めとくテレビ、四国放送テレビにて放送されていた、夢タウン徳島の宣伝ミニ番組。夢タた中国放送、西日本放送、山口放送、山陰放送、福岡放送、佐賀テレビ、テレビ熊本、大分朝日放送、長崎放送で放送。ありがとうございます。